ふるさと納税ですね。で、これも、まあ、多分名前聞いたことありますよね。で、これに関して、収入が多い人は確実にやった方がいいですね。で、これも、先ほどの確定拠出年金とかにも近いんですけど、まあ、ふるさと納税のいい点っていうのは、自分のその所得から、所得を減らせるというか、まあ、売上を減らせるみたいな、そういうメリットなんですね。で、売上とか、まあ、所得を減らすことによって、その税金が減ったりするじゃないですか。で、プラスアルファで、このふるさと納税、実はこれカオスだったんですけど、何がカオスだったかっていうと、ふるさと納税ってそもそも、ふるさと納税っていうその名の通り、自分のふるさととか、もしくは自分が好きな地域に対して、こう、自分から納税できるみたいな。で、その納税の仕方っていうのが、その地域の特産物とか、みたいな。まあ、そういう制度だったわけですね。まあ、ただ、一部の市町村の人たちが、ふるさと納税の商品として、アマゾンギフト券とかを用意していたんですね。で、これってもう、めちゃくちゃなんか、アマゾンギフト券がふるさとの人とかいないじゃないですか。まあ、ただ、言ってしまうと、これって、ふるさと納税することによって、アマギフがこう買えるわけじゃないですか。で、これってそのままこう、現金をこう流してるわけですよね。まあ、こういう状態になっていて、ね、アマギフがめちゃくちゃ売れるっていう、まあ、そういう状況が起きていたんですけど、まあ、ただ最近はそれがなくなったのかな。まあ、ただ、どちらにせよ、そのふるさと納税をすることによって、地方特産の美味しいお肉とか、あと美味しいなんか食べ物系とかですね。まあ、そういうのいっぱい買えたりするので、まあ、これぜひやった方がいいんじゃないかって感じです。はい、続いて、8個目っていうのは筋トレをする。で、これも